仕事に対することへの結構ストレスとかも知らず知らずに溜まってた部分があったのかなと。その当時小学校高学年だった長女がママがかわいそうで見てられないって言ったんです。で、私は大人になりたくないって、こういった姿を子どもたちに見せ続けたくないって、すごく私が今働いてる様子を見て、本当にママ楽しそうだねってよかったねって言ってくれるのを本当によかったなと。始まりました。はい、第3回ひろみの部屋へようこそということでですね、はい、今日は工事マスターの福留のりこちゃんにゲストでいらしていただきました。のりこちゃん、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。のりちゃんはね、大活躍の工事マスターなんですけれどももうね、みんないろんな道のりがありますので、ぜひぜひね、それをね、はい、皆さんにもね、知っていただくと、なるほどっていうことがね、いっぱいあるかなと思いますので、はい、今日はぜひね、最後まで楽しんでいただければと思います。はい、のりちゃん、簡単に自己紹介を、はい、お願いします。私は工事マスターと工事ピアスキンマスターとして毎月ね、講座を開催させていただいております。福留のりこと申します。横浜市の都筑区というところに住んでおります。36歳です。中学校2年生の長女と小学校5年生の長男、そして、1歳5ヶ月になりました末っ子とですね、あと夫と5人家族で暮らしております。1歳5ヶ月になったのね、もうね、早い、妊婦さんだったのにっていう感じでね。新月の時もこちらのコージスタイルにて、コージピアスキンクリエイターコースっていう講座を受講したりとか、赤ちゃんがね、誕生してからひろみさんにも抱っこしていただいたりとかもすごく皆さんに可愛がっていただいて、いつもありがとうございます。とんでもないです。赤ちゃんの成長を聞くと、あ、それだけの月日が流れたんだなっていう感じがね、すごいするなと思いますね。コージクリエイター講座っていう講座を開催するのがすごく夢でしたので、そちらの認定講師講座を受講した時もオンラインで受講だったんですけれども、画面越しに生後9日目の受けるかどうかをね、すごい悩んでたのをすごい覚えてますけど、産んだばっかりの方がよっぽどいいよみたいなね感じでね、はい、私も今がタイミングなのか、それともやっぱり最初ね、生まれたばっかりだから子育てに専念して、ちょっと落ち着いてから旅行するかって悩んでたんですけれども、ちょうどその時にこちらのコージスタイルの周年パーティーがありまして、そこで初めて生のひろみさんにお会いすることができて、もうそれだけでも感激だったんですけど、ひろみさんにそちらをね、相談したところ、いや、今しかないですよ、今だよみたいな、今ですよね、はい、すごくね、背中を押していただいたのを覚えています。子育てってなかなか落ち着かないじゃない、ね、始まっちゃった方が落ち着かないから、はい、ベビーの時の方がよっぽど寝ててくれるし、はい、おっぱいさえあげていれば大丈夫だからっていうので、う、頭は空いてるよねっていう話を、ね、したのをすごい覚えてます。まさにその通りで、やっぱりその時のタイミングが今の私の活動にもつながっていますので、もうあの時期で本当に良かったなって思ってるんですね。ひろみさんにその頭は空いてるよねって言われていただいた時も、頭空いてる、そうだって思います。そう、子育ての時頭空いてるんだよね。赤ちゃんがね、動き出してからの方が大変だよって、ひろみさんご自身も3人お子様ね、子育てされながらお仕事をされてる大先輩でいらっしゃるので、そういう体験談も交えてお話をしてくださって、私はものすごくそこで決意が固まってよし、受けることに決めましたみたいな感じ、ね、でものりちゃんも3人目っていうのもねあってね、1人目の方だったらね、やっぱそこのもうなんか余裕がないじゃない、なんか3人目だとどうなるか分かってるからっていうのもあって、おすすめしたところもね、あるなっていうところなんだけど、そう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 、さすがに1人目だと、はい、もう大パニックな感じじゃない、分かんなすぎて大パニック、初めてです、ママも1年生です、そこから今大活躍する講師なんですけど、クリエイターを受ける前はのりこさん何のお仕事をしてたんですか？はい、私は百貨店でですね、婦人服の販売員を長年しておりました。上の子供たちが小さい時から保育園に通わせて店長職をさせていただいてたんですけれども、百貨店ってすごく拘束時間が長いので、そうだよね、しかも土日も出勤が、土日とか、お正月とかも本当に、そうだよね、
ね、めちゃくちゃ忙しいもんね、はい、忙しい中でお仕事をしてたんですけど、接客業っていうのがもともと好きだったっていうのになりますし、お客様が私に相談をしてくださってコーディネートを組ませていただいて、すごく喜ばれてっていうのをとてもやりがいを感じておりましたので、仕事自体はすごく好きだったんですけども、拘束時間が長いっていうところと、私自身がすごい料理が苦手だったりとか家事がちょっと段取りよくできなかったりとかっていう悩みもあって、家事とお仕事の両立がなかなかうまくね、子供たちは時間もなかなか取れずで、週末ね、お仕事になっちゃうと一緒にいる時間もどうしても少なくなっちゃうしね、はい、ね、そう運動会とかも子供が午前中に出場する種目だけを見て、もう砂だらけのまま職場に向かってたりとか、職場の方にもすごく協力してもらったりしながら続けていけたところがね、とてもあるんですけれども、店長職っていうのもありまして、お店でトラブルがあったりすると、お休みとか関係なく電話がかかってきて、で私がやっぱり職場に向かってそこで今ね、クレームの対応だったりとか、お時には謝りに行くとかそういうこともしてましたし、はい、ただただやることをこなすのに必死な毎日を送っておりました。そっか、クリエイター講座は工場作るじゃないですか、はい、のりちゃんもともとねお料理が得意じゃない、はい、まあ、私も得意じゃないので、はい、それ前面に押し出してるので、はい、多分それでも大丈夫だろうなとは思ってたかもしれないんですけど、ひろみさんのメルマガとか拝見して、はい、嫌いでしたって今もそんなに好きじゃないよねって言われるんですけど、工事が好きだ、好きなので、はい、工事でねするお料理は簡単にできるからね、まあ、でもそんなのりちゃんがクリエイター講座を受けようと決めたのは、やっぱその働き方みたいなところはあったんですか、はい、働き方っていうところが一番大きかったですね。何かを変えたいって思ったんですけれども、でも何を変えていいのかわからないっていうところもあって、で特にコーディクリエイター講座って資格受講後に3つレッスンが開催できるようになるんですけれども、お仕事をもともと持っていても、副業みたいな形で、はい、ね、今そうやる方も多いよね。そうですよね、日々仕事に追われて忙しい毎日は送ってたんですけど、どこかのタイミングで私もこれからね、100年時代って言われてる長い人生の中で、この資格を取ればいつかそういうレッスンとか開催できるようになるんじゃないかなみたいな、ちょっと一つでも光というか、さらにね、代表であるひろみさんがもう無料理嫌いっていうのを公言されてるので一緒と思ってそれでもできるので、私ももしかしたら、できるかもしれないって思いました。その店長職やってる時、はい、何が一番不安でした？なんか給料が本当に上がらないっていうところになりましたね。どんなに頑張ってやっぱりその売上的な成績とかを残したところで、次の年の昇給とかも2000円とか、2000円きついね、月に。店長って役職は一応あっても、その手当も本当に、ね、少ないっていうところもあったりとか、あとはどうしても、そのお店で着用するお洋服とかを自分が購入しないといけない、そのブランドのものを確かにそうだよね。そうなんですよね、お店の洋服も好きですし、ファッション自体が好きだったので、お洋服を購入することはねすごく楽しかったんですけど、でも収入のために働いてるけど、お金もすごく多かったりとか、あとはこう忙しすぎてやっぱり食事に全く目を向けられてなかったんですよね。で食べてるもコンビニ弁当だったりとかで、その子供たちに食べさせるものも、デパ地下のお惣菜とかね、でもなっちゃうんですよね。でも昔食べてくれればそれでいいやっていう形になってしまってたので、子供たちも本当に味の濃いものに慣れてしまっていましたし、お腹が空いたらご飯じゃなくてお菓子を食べるっていう感じになってしまっていて、レンジでチンしたらできるようなものとか、私が帰りが遅くても何か食べれるっていうものだと、やっぱりこうインスタントとか、ちょっとやっぱり体に悪いのっていうのが多かったので、なんかこの仕事を続けていく以上、この食生活は一生続けることになってしまうなっていう恐怖感もありました。なるほど、
ママの方はね、特にね、自分が選ぶものが子供たちがやっぱり食べるもの、旦那さんが食べるものにどうしてもなる方が多いかなと思うので、ご主人ね、もちろん作れる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、責任重大な感じはしちゃいますよね。なんか何とも言えない罪悪感みたいなのがたまる方は多いかなと思うし、まあ、私もそこはすごく会社員時代すごい感じてたことなので、そうすると働き方も変わるし、家族の食生活も変えられるかもしれないと思うと、そうなんです、得られるものが大きいなっていう感じはするよね。めちゃめちゃ大きいと思います。しかも資格を取ったらそれで終わりじゃなくて、すごいやっぱサポート体制があったりもそうですし、そのずっと作り続けられる、と一生ね、そう一生作る、はい、その麹の元となる穀類がなくならない限り、麹菌がなくならない限り、一生作っていけるっていうのも、なんかこう将来の自分がきっと変われるだろうなっていう期待がすごくありました。そっか、その期待を持ってクリエイター講座を受けていただいて、はい、どうでしたか？あ、もう本当に感動の3日間で、もう人生が変わる3日間っていうのを、すごく聞いていたんですけれども、私も実際本当にそうだと思っていて、今現在ですね、私がお伝えしている生徒様もものすごく皆さんやっぱ変化をつけてるんですよね。生活がとても豊かになりましたとか、もうご家族の変化も皆さんそれぞれあって、いっぱい嬉しい報告をいただけるんですけれども、生徒様から報告をいただくたびに受講した時の感動とかまた蘇ったりとか、はい、やっぱりこの講座を受講して、この工事クリエイターだったり工事マスターだったりとか、そういった、ね、扉を一歩踏み出してよかったなと。家族の皆さんは何か変化ありましたか？じゃあ、はい、そうなんです。実はですね、私がその仕事で毎日追われて、お家でもですねストレスを結構ぶつけてしまってたりしてたんですよね。子供たちに、良くないんですけれども、もうこれちゃんとやってよとか言ってしまってたり、なんでこんな理不尽なことを私がやらなきゃいけないんだみたいな仕事の文句だったりとか、言わないようにしててもついポロッと出てしまったりとか、もう本当にそこは母親としてダメな部分ではあるんですけれども、家族にそういう姿を見せてしまったり、時にはこうね、なんか涙が止まらなくなってしまうこともあったんですよね。仕事に対することへの結構ストレスとかも結構知らず知らずに溜まってた部分があったのかなと思うんですけど、その当時小学校高学年だった長女が、ママがかわいそうで見てられないって言ったんですよね。で、私は大人になりたくないって言われてしまいました。思春期を迎える長女にそういう言葉を言わせてしまったことが、当時の私はもう本当にショックだったんですよね。確かに、かっこいい働くママ像が自分の中で理想があったんですけど、全然子供にも憧れられないし、もう一生懸命頑張ってるけど全て空回りだしみたいな感じで、もう本当に自分のことも責め続けて、そういった姿を子供たちに見せ続けたくないってすごく強く思ったんですよね。娘が私が今働いてる様子を見て、本当にママ楽しそうだねって、よかったねって言ってくれるのを、その言葉を聞いて、もう本当によかったなと感じでも逆にその娘ちゃんが、ね、そのきっかけ、大きなきっかけを、ね、のりこさんにくれたのかもしれないよね。その言葉がなければそこまで動くっていうことができなかったかもしれない。そうなんですよ、思ってはいてもできないこともあるじゃない。だから逆に長女との言葉に救われたのかもしれないね。その小学校で両親のお仕事を発表するみたいな授業の時も、私のお仕事についても長女は発表してくれるシーンがあったり、いいね。なんて言ってくれてたの、それは？ママは、今こんじょうを伝える仕事をしています、って楽しそうにやってますって言ってくれたんですけど、やっぱり工事マスターっていう言葉が地味がないじゃないですか。小学生は何言ってもマスターみたいな。子供たちの自由研究、工事作りを一緒にやったりとか、そういうのをね、冒頭をまとめてるのをね、一緒に手伝ったりとかすると、もう先生にもすごく、何ですか、お母さん。工事作る
って何ですかみたいな感じだよね。お仕事今何してるっていう感じで、もの珍しい感じでね、見てくれますよね。けど、少女がやっぱり大人になる頃にはもっともっとこの掃除マスターっていうお仕事がいろんな方に知られるきっかけを私もこれからどんどん作っていけたらいいなと思いますし、そこを目指したいっていう人がどんどん若い世代にも増えていったら嬉しいなって思います。思いますよね。食とお仕事っていうところって、はい、なかなかこうつながらなかったり、食でお仕事するって大変って思うがある方もね結構いらっしゃるかなと思うんですけど、はい、アパレルとかもそうですよね。お洋服は好きだけどお仕事的にちょっと大変みたいなところとかねあるかなと思うんですけど、まあ、でも麹のお仕事をね実際やってみてどうですかのりちゃん。今はね麹クリエイターもやってますし、はい、麹ピュアスキンクリエイターもやってるし、ご飯講座もやってますけれども、はいはい、そんな言い方をしたら、うん、ちょっと良くないかもしれないんですけど仕事っていう感覚じゃないんですよね、もちろん責任はね重大なんですけど、講師としてやらなければいけないことはたくさんあるんですけども、もう関わる方ね、みんな本当に生徒様も素敵な方ばっかりなんですよ。本当にそうだよ、はい、でもそういったご縁が毎日ありがたい言葉だったりとか感謝の言葉で毎日が溢れていて、私からももちろんお伝えすることもあるんですけど、生徒様だったりとか今まで関わってくださった方が、ね、息子さんと出会えてよかったですとか本当に楽しかったですとか、講座も楽しかったけど今生活にその工事ライフが関わったことで生活が豊かになっていますっていうね、ことをいただけたりすると、お仕事っていう感覚よりも毎日本当に楽しいことをして過ごしている私みたいな感じなんです。確かに本当にね、工事に出会ってくださった皆さんからの感謝の言葉をね、講師はいっぱいいただけるので、はい、本当に楽しいし嬉しいし、はい、学んだことをやってくださって、はい、でそこをなんか喜びにしてくださってるとか、さらにそこをまたお仕事にしてくださる方もね、そうまたのりちゃんが教えた方がっていう風につながっていくと、はい、また本当つながっていく感じがしてすごい嬉しいです、はい、ご縁を大事にしていきたいなっていう毎日ですね、はい、でもやっぱり意思を持ってやることってすごい大事なんですよね。だからのりちゃんもやっぱりいろんな、ね、環境が整ったところはあるかもしれないんだけど、自分で意思を持って進んできたからこそ今があるんだろうなっていうのを、ね、すごい感じてましたけど、はい、娘ちゃんの話はすごい嬉しい、ね、嬉しいなと思うので、私は工事クリエイターコーチを受講して、その当時本当にストレスからなのか、生理不順というか生理の困難を何年かに通わないといけない状態だったんですけれども、数ヶ月で自然妊娠をして3人目を、ねうんね、3人目ずっと欲しかったんだよね。そうなんですよ、恵まれたので、ね、すごくそれで、ね、家族の、結束もまた深まりましたし、はい、3人目の出産の時の上の2人との違いっていうのがものすごくあったので、妊娠経過とかも貧血が起こらないとか、あとは頭痛が全然起こらないとか、周りもちょっとね軽かったりとか、すごくなんかこれってやっぱり麹を食べてるからなんだろうなっていう嬉しいことがいっぱいありましたし、出産した後もやっぱり3人目で約10年ぶりぐらいの出産だったんですけども、3人目が一番産後の回復もねなんか良かったんですね。ねえ、早い、分かる分かる分かる、はい、そういったところもすごくやっぱり自分にとって良かったところですし、これから妊娠出産を考えてるお母さんたちにもぜひしてもらいたいなと思ってますね。本当は一人目から知ってたらめっちゃ良かったよねって感じだよね。でも逆に言うと、一人目二人目を知っているからこそ検証できたことがあるので、そうだね、確かに確かに比較ができたっていうことがあるんですけど、若い方にも早く知っていただきたいなっていうのはすごい面白い、ね、自分たちがお家で作って調味料にしてご飯にすると自然と生活の中に麹が入ってくるの で、子供たちにとってはね麹がある生活が当たり前だし、麹の調味料があるのも当たり前だし、はい、ママがお家で麹を作るのも当たり前みたいな、ね、感じになるから、はい、やっぱそれの当たり前感ってすごいなっていうのはすごい私は、ね、いつも感じてますね。ハッピーを伝える笑顔を、ね、作っていけるお仕事になって
てくれてすごい嬉しいなと思ってます。ありがとうございます。本当にね、あのこの協会もそうですし、うん、いろんな素敵な講座を作ってくださった広美さんにも本当にね、うん、ありがとうございます。麹は知らないのは本当にもったいないなっていうのは私もすごくずっと感じていて、でのりこさんみたいにそう自分で作ってどんどん変わっていく人っていうのが麹マスターを、ね、本当にたくさんいらっしゃるので、気になる方はね、はい、のりちゃんの LINE にですね、はい、概要欄にのりこさんのが、のりこさんのお菓子、のりちゃんの LINE 公式入れさせていただきますので、ぜひよかったらご登録いただいてご連絡いただくと、のりちゃんもすぐに即レス、あの呼んでる方は全員即レスタイプっていうことですね。明日ですね、7月17日にはパシフィコ横浜でですね、エイズライフワーク、はい、女性の働き方生き方フォーラムが開催されます。もうめちゃくちゃ楽しみなんですけど、はい、まだ今日までチケット買える気がする、もうないかもしれないけどっていう感じなんですけど、のりちゃんはですねフォトブースにおりますので、お待ちしてます。みんなフォトブースで写真撮っていただけたらと思っているので、ブースも10個あって、はい、いろんなプレゼントがね大騒ぎな感じで、どこでも抽選会みたいな感じでそうブースで抽選会して大抽選会もあるから、本当激しい感じなんだなと思うんですけど、今のタイミングでこれ見てくださってる方でもういっちゃおうって思ってくださった方はね、ぜひぜひそちらも概要欄に入れておきますので、よかったら直接会いに来てください。私もおりますし、はい、のりちゃんもいますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。こちらのですね、べっぴんきんチャンネルでは麹についてのさまざまなお話をさせていただいております。 LINE 公式がねありますので、こちらお友達になっていただきますと、チャンネルの選び方というですね、音声の方プレゼントさせていただいておりますので、ぜひよかったらお友達になっていただければと思います。毎日更新をしておりますので、ぜひぜひ応援していただいて、いろんなレシピもありますので作っていただいて、コメントを入れていただければと思いますし、今日もね、配信を見てのりちゃん頑張って私も頑張ってって思ってくださったら、ぜひコメント欄を入れていた、コメント欄に入れていただいて、はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いできればと思います。ということで今日も最後までありがとうございました。またお次の動画でお会いしましょう。またねー。